10月28日土曜日の全国のお天気をお伝えします。北日本から東日本にかけて大気の状態が不安定となり、雷や突風、降雹など強く降る雨に注意が必要です。日本海側から雨が降り出し、太平洋側でも一部雨雲が流れ込む予想です。日差しが届いていても天気の急変にお気をつけください。外出の際は折りたたみ傘など雨具があると良さそうです。日本海側はしっかりとした傘をお持ちください。西日本は次第に天気回復し、日中は日差しが届いてお出かけ日和となるところ多くなりそうです。ただ名古屋などではにわか雨の可能性もありますので、折りたたみ傘があると良さそうです。雨が降るエリアは前日に比べて気温が下がるところも多く、日中も肌寒い体感となりそうです。一方、日差しが届くエリアは日差しのぬくもりを感じられそうです。服装選びにお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。